気をつけて、向こう側に強い気配がする。オッケーです、行く。うわどっかで似たようなの見たことある。しゃあ戦っていくか。チャージ。嘘、物理来るよね。やばいじゃん、防御ダウン使う余裕ある。これ厳しいよ、これちょっと厳しいかな。どうしよっかな、これ弱点あるかな。中ボスだからあるかもしんないね。ちょっと試しながら、はい、ガルーラ、はい、ないかもしれない多分だけどないかもしれない。ラクダ打ちたいな、変えた方がいいよな、絶対物理来ると思う。あとこの奈良神波作ってきました。奈良神波で打てばいいじゃん。うん、オッケーオッケー、ラクンダ使えるじゃないですかってことで、オッケー。でゆきこちゃんはとりあえずそうだね、まあ、腹木をもったいないけど使う。弱点なさそう、強多分チャージしてるからだろうけど強い。じゃあヒートウェイブ、じゃあもうどんどん押していきます。ではまあディアラマをちえちゃんに打って、どうしようねこれ。チャージコンボって行きたいんだけど、できれば行くか。うん、迷っていても仕方がありません。よし、こっちだって、よし、チャージをして手ありますよ。ハラギオンでいいかな、防御下がってるし、クリティカルだったらラッキーぐらい。これ多分チャージでなんか突破で繰り返しかもしれない、かもしれない、かもしれない運転。ここでこれは厳しいか、無理があるか。でも当てる。でユキコちゃんで、ユキコちゃんで回復、よっぽどやらかさなければ耐える。オッケー、危ねえ。でも攻撃パターン分かりましたね、勝てるわ。よっ、はい、ではデッドエンドでいいかな。だよね、77しか与えれないから。次はチャージだよね、このパターンだと。オッケーオッケー、チャージして、この繰り返しですね、おそらく。じゃあここはガードで、オッケーオッケー。カウンターでかい、カウンターはでかい。でヒートウェイブ、正直物理でいいな、てか普通の攻撃でもいいかも、ほんとそのぐらいめっちゃ大事なところで外した。
カウンター発動してくれたらでかいね。で、ここは全員ガードでしのぎますよ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。迷うね。こっちでもいいかも。いけ、ドーン、60。防御下げときたいな、できれば。ちなみにこれはやってしまった。これは恥ずかしい。奈良新波さんに変えとこ。じゃあ楽に立ちます。で、回復挟む、挟もっか。オッケーオッケー。で、チャージ。ここは全員ガード。よかったね、ほんとこのターンでやらかしたのが。次のターンだったら間違いなく標的だよ、的だよ。もうじゃあ一気に攻めていきます。ヒートウェーブの方が威力あるかな、多分。ソニックパンチ。ユキコちゃん以外はできるだけ SP を使わない方針で行ってみよっか。お、なかなかいいのかな。ここはどうする。だよね、26しか食らわないもんね。ここは全員ガード、ガードします。突破耐える。で、そろそろ回復だね。回復挟みながら攻めていく。よっ。で、ラクーンダー張って、で、ユキコちゃんに回復をさせる。我は何時。で、チャージをしてきますので、ここでガードをします。オッケー、カウンターは大きい。では、ヒートウェイブ。おい、嘘。ソニックパンチ。クリティカルお願い。クリティカル。クリティカルお願い。おい。まあ、これの繰り返しだよね。攻撃をしのぎながら戦う。無理はしない。確実に勝ちに行く。だってセーブしてないんだもんすごいチキンなんだけど。タルカジャ打ってもいいかもな。打つか。まあここはソニックパンチで、で、ラクーンだ。で、ユキコちゃんはこのターンはどうかな。ディアラマをヨスケでいいかな。チャージでしょ、チャージ来るから、ここはしのぐ。で、カウンター来い。来ないか。まあ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 、
で、ヒートウェーブ。これで結構食らう。オッケー。なかなか通りますね、ダメージが。で、防御下がってる。今こそが攻め時。ペルソナさあさあ、もうテンポよくいきますよ。テンポよく選んでいきますよ。攻撃パターン分かってますから。でもなんかピンチになったら何かあるとかあるかもしれない。そこ気をつけていこう。待って、使うか。結局どうなんだろう、使わない方が2回分攻撃ができるから一緒のような、一緒ぐらいのような気がするんだけど。まあ気持ち的に違うかもねうーん、迷うな。ここまあ、これはクリティカルになったらいいな程度の攻撃。まあ無難に、ここはガードかな。攻めたいけどね、正直言うと。ユキコちゃんがピンチだけど回ってくるから、回ってくるからユキコちゃん自身に回復させる。やばい、主人公の SP がやばいかも。ユキコちゃんがメディラまで全員回復。待機、待って、待機で俺いい思い出がないんだけど今までで。待機で俺は今までにいい思い出が一個もない。急げ、早く倒した方がいい気がする。聞いてるよね。嫌な予感する、嫌な予感がする、嫌な予感がする。ちょっとユキコちゃんも攻撃させる。絶対これやばいの来る。倒さないとやばいの来る。これはお願い、倒れてくれ。オッケー、危ない。待機とかされた後って基本的に自爆とか来るんじゃねえかって思ったけど、よかった、セーフ。嫌な思い出が蘇ったけど、なんとか倒せた。危なかったー。じゃあ軽く探索だけしていきましょうかね。お、じゃあこれを6階の方に、地下6階の方に使えばいいんじゃないかってことで、もう一回戻りまーす。てかよく見たら幹部用って書いてあったよね、さっき。 OK、 これでここも通れるようになった。あ、早速あった。いやでもここにアイテムあるんで、これだけでも取っていきましょう。よし、ということで行っちゃおっか。行ってどうすよ、戦うか。でもどっちでもありだな。まだ行ってない場所あるよね。行こっか。うん、行こう。
今までこれで痛い目に散々会ってきたけど、この判断で俺は行く。さあ、地下7階に着きました。警戒レベルがついにレッドになりました。マジで拒否られてんな。うん、でも先に進むしかできないんだな、これが。うーふふふ、嫌な敵が、やばい、やばいよ。来い。また来たぜ。お、ラッキー。じゃあもう遠慮なく、遠慮なく行っちゃおっか。遠慮なくもうね、普通常攻撃のオパレード。あ、あ、やばい。ありがとうございます。めっちゃお金手に入ったな。回復戻ってもいいかも。まだ調べてないしな。戻るか。うん。一旦戻ります。お、いけますね。やっぱこのマタドールさんと一本タダラさん。一本タダラも暴れまくり覚えてたんで、まあ、確実というか、で持ってるけど。合体させよっか。なんか達成感あるよね、この方が。丸かじり。さあ、千里さんの使い回し。使い回しでもないけど。結構な頻度で聞いてるよ、丸かじりのセリフ。ちなみに、このドゥーンは、戦闘では、使う気は、ありません。マーガレットさん、持ってきたよ。入り直しただけだけど。そして、このクールさ、クールさからちょっとしたお茶目な、お茶目なマーガレットさんも。見られたということで、さあ、冷静にまずは拒否られます。ということで、マーガレットさん込みがランク4になりました。ありがとうございます。時間経過がないから、素材さえあれば、やっぱいけるね。ぐーんって。次何ですか?ブフーラを持った猫将軍。猫将軍って聞いたことある。確かこのクロスってやつじゃなかった。だよね。かわいい。持ってたっけ?持ってたっけ?なんか、なんとか玉ってやつ、結構あった気がするんだけど。ありそうだったら作ってみよう。来たー。こうやってやればよかったのか。いろんなもの合成しまくってたんですけど。こうやってやればよかったんですね。お金がね、なくなっちゃったんだけど。でもね、収穫かなりありましたよ。ちょっとこの後にお見せしますね。オッケー。マーガレットさん込みはいいかな、とりあえずこれで。
4体の合体も初めてですよね。結構上がるね。さすが、クマコミだから。それなりには上がってくれるはず。タルカジャを消そっかな。いやー、とりあえずまずは、出て入りますね。ようこそ、本当に。本当、ああ、いや、もう、本当なんか、疲れが溜まりすぎてやばいです。合体も、日々合体にも、合体だけで、この猫将軍作るのに、1時間ぐらいかかった。ああやってやればよかったんだね。でも、次から。素早さの心得を持ったジャークフロス、あ、作れそう。もういいや、でも、うん。あら？あ、ありがとうございます。金属バット。いつしか俺会ったら面白いよねって言ってなかったっけ、このアイテム。まあいいや。ですね、もうせっかくなんでここで見せちゃいます。このめっちゃ俺、さっきみたいにやり直しっていうの、丸押して×をしてっていうのやってればよかったのに、それに気づいてなくて、ひたすら合体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 ってやってたんですよ。そしたら、見事に2回事故りまして、あの後。1体目がこの、あ、違う。違った。こっち。色王子。なんかしかも事故で、めっちゃ強い。強いのかな？わかんないけど、すごそうなの手に入れちゃったんで。あと、アバドンですね。塔のコミュ。塔のコミュは、出てないですよね、確か。なんかこの2、やばいよね。なんか、襲ってきそうだよね。この画面から飛び出して。とか言うとちょっと、3D 編集とかしないといけないんでやめときますけど。まあ、そんな感じかな。セタンタさんは犠牲になりました。さあ、地下8階です。阻止せよ。近い。ってことはそろそろ。もう一息ですかね。メンバーをガラって変えて、挑んでおります。お、宝箱だ。おー、やった。お、着きましたね。おそらくここがもう、なんかセーブポイントありますので、この先に、ナオトくんがいるんじゃないかって思うんですが、レベルはですね、あんまり上がってないです。あんまり上がってないかな。この新しいメンバーに変えてからは上がってないかなって感じですね。なのでちょっと差が出てるので、まあ、この二人を、50にはしちゃおうかなって思います。さあ、ということで、レベルを上げてきました。こんな感じになりました。57、52、54、55、57、52、52。まあ、漢字と熊上げたってぐらいで、あとは揃える感じで、行きましたけども、ペルソナのね、ユキコちゃんが55になってるのは理由がありまして、このディアラハンを55で覚えてくれるので、どうしても使いたかったんです。そしてクマも49で覚えてくれたんですけど、今回はユキコちゃんで行こうっていう、そういう、趣旨わかんない。まあ、連続で使うのもなって思ったので、今回はこの懐かしきこのメンバーで行こうと思います。ペルソナも、ちょっと変わってますね。まあ大きく追加したのは、このクラマテングです。このマハタルカオート。戦闘開始時に攻撃力全員が上がるマハタルカジャを発動してくれるので、これでちょっと、先手必勝。そんな感じで行きます。扉の向こうに何かいるよ。行きます。
あと装備も若干変えました。ナオト、待ちくたびれましたよ。この子の相手をするのにほとほと参っていたところです。やだ、行かないで。君と話しても無意味だ。僕はもう帰らないと。なんで僕だけ置いていくの？どうしていつも僕だけ一人ぼっちなの？寂しい。ナオト君、僕と同じ顔、まるで僕だとでも言いたげだね。でも君と僕とじゃ。何をごまかしてんだ。僕はお前だよ。子供の仕草はフリじゃない。お前の真実だ。だってみんなお前に言うだろ、子供のくせにいくら事件を解決しても必死に考えても子供ってだけで誰も本心じゃ認めない。周りが求めてるのはお前の頭だけだ。名探偵扱いはそれが欲しい間だけ。用が済んだら子供は帰れだ。世の中の二枚舌にお前はなすすべもない。一人ぼっちのただの子供だ。ナオト、大人になりたい。今すぐ大人の男になりたい。僕のことをちゃんと認めてほしい。僕はいていい意味が欲しい。やめろ。自分の存在する意味なんて自分で考えられる。無理だって言ってるだろ。今現に子供である事実をどうする。やめろ。本心じゃ憧れてるだろ。強くてかっこいい小説の探偵みたいな大人の男にさ。それは裏を返せば心の底で自分を子供と思ってるってことだ。認めろよ。お前は所詮子供さ。自分じゃどうしようもない。さあそろそろ診察は終わりだ。人体改造手術に移ろうか。いいだろ、白金直人君。やめろ。白金直人、男らしくてかっこいい名前だよな。けど事実は変えられない。性別の壁はなお越えられない。え？そもそも男じゃないのに強い大人の男になんてなれるわけないだろう。ね、あいつ今すげえこと口走ったぞ。うん、だからすごいこと言ったよね。お、男じゃねえだと。ダダをこねてるつもりはない。それじゃ何も解決しない。その言葉はお前が言われたんじゃないか。ダダをこねていても何も解決しない。ナオト君ってさ、お前泣いてたよな。自分の口から言うなんて何を守ろうとしてるんだ。何を。いいんだ、もう無理しなくていい。そのための人体改造手術だ。ダダをこねたまま一歩も動けずにいる。僕にはその気持ちがよくわかる。僕はお前なんだ。
違う。ダメ。いや、いい。ちゃんと吐き出しゃいいんだ。俺らはあいつを倒してケツ持ってやれやいい。感じじゃねえと、あいつナオトのやつ苦しいまんまだろ。言うよね、偉そうに。いい、着ない。僕は君みたいに粗暴で情に流されるタイプが一番嫌いだ。来るか。よし、とにかく話は後だ。あれだけ漢字かっこいいこと言ったけど、俺漢字入れてないんだけど。ごめん、漢字。お前の分も頑張るよ。